はいどうも、ヒョドルです。デジモンストーリーサイバースルース続きをやっていきたいと思います。ですね、思うところあってというか、なんというかレベル上げをしました。まあちょっとね、そろそろ早く究極体にしたいなって思い始めたのもあって、はい、バーっとレベル上げをしまして、で結果ですね、パンプモンとメタルグレイモンとピッコロモンと、あとなんだっけな、あとスカルグレーモンが進化できるようになりました。でバンデモンもいたんですけど、バンデモンはねちょっとやっぱ才能が低いなってことで、一旦ウィザーモンに退化させましたね。でなんかメガドラモン作ってみたりとか、まあいろいろ育てて、ついでにいろんなやつ育てたりとかして、一気にね進化して、究極体に進化していこうかなという感じですね。なんだっけ、ファイルドラモンとかね、他のやつらも結構レベルは底上げされてますね。ワーガルルモンも50超えたし、というわけで、じゃあまずパンプモンからどんどん進化タイムに入りたいと思います。これですね、これ多分ねピノッキモンだと思うんですよね。2体目の究極体、パンプモンゴードン。ああ、これこれ、やっぱピノッキモンだ、そんな気がしたんだよね。 HP 低っ敵一体に地面属性の威力125の物理攻撃、対象 25% の確率でスタンさせる。ああ、結構いいですね。なるほどね。はい、というわけですね。まあでもこれやってると結構あれだな、そのなんだコストがね足りなくなりそうな気はするんだけど、じゃあ次どうしようかな。次ピッコロモン。ピッコロモンはねこれです、もう分かっちゃってるんですけど、鳳凰門に進化させたいと思います。どんと鳳凰門ね、昔話なんですけど、プレステのデジモンワールドっていう、まあなんか元祖デジモンゲー、プレステのソフトがあって、それだとね最強クラスの最強クラスの完全体、完全体なんですよね。その時は完全体までしか世代がなかったので、だったので結構ね思い入れがあるんですよね。訪問になりましたね。ちょっとサポートスキルが即死にかからなくなるってちょっと微妙かもね。まあいいか、訪問作れました。ほんで次はじゃあスカルグレーモンね。これがね、まあ、これ全く何か分かんないんだけど、どれもこれが一番狙えそうだったのでこれに進化してみたいと思います。なんかパッと見ドラゴン系な気がするけどね、これなんですかね、なんか知ってるやつじゃなさそうな気もするけど、どうなんだろう、何になるかな。お、あーこれあれだ、シャイングレイモン。これって多分ディティール的になんか名前が出てこん、ライズグレイモン、ライズグレイモンの進化系っぽいっすね。羽とか結構こう肩周りとかそのディティール持ってきてる感じ。ジオグレイソード、やっぱジオが入ってるし、多分あの系列だろうな。敵一体に火属性の威力130の物理攻撃、自分の攻撃力を 10% アップする。 HP が 50% 以下になった時攻撃力が 20% アップ。 50% 以下って結構範囲広いし、これ強いんじゃない、結構良さそう。ただなんかワクチンになっちゃったのが残念な気はするずっとウイルスで来てたからな。まあいいか、消費メモリ20ってマジか、これ入るかな。でもう一体、これついにウォーグレーモンになる時が来ました。ウォーグレーモンゴー。これな、これちょっとハラハラしてるのがね、ウォーグレーモンの先はやっぱりそのオメガモンにねしたいと思ってるんですけど、オメガモンね才能が結構いるんじゃないかとか、あ、まあ、こいつは67あるし多分大丈夫かな、大丈夫だといいなって感じですね。敵全体に火属性の威力90の物理攻撃、 30% の確率で自分の攻撃力を 20% アップ。
サポートスキルは非属性スキルで与えるダメージが 15% アップ。まあシンプルなやつですね。あ、これも必殺技だ。敵一体に非属性の威力2倍の防御きたー。これですよ。そのね、防御力貫通攻撃がやっぱめっちゃ強いんですよね。もう欲しかったんだ貫通。やったね。まあ超過するよねっつう話で、どうすっけねー。まあバランス考えるとね、これワクチンだらけなんすよね。しかもウォーグレーモンと訪問かぶってるしね。ちょっともう残念ながら訪問抜くしかねえ。んで、あ、でちょっとウォーグレーモンの条件を見たい。オメガモン、あー、よかったよかった、才能は足りてますね。で、まあ依頼を解決しなきゃいけないけど、これであと友情 100% のメタルガルモンがいれば OK ってことで、ワーガルモンはまあとりあえずメタルガルモンになるとこまでは育ててって感じになるのかな。ジョグレスってね、消費しちゃうんですよね。なんかこの覚えた技とか無駄になっちゃうんですよね。ちょっとそれがもったいないっていうか残念なんですが、でどうしよっかな。けどな、ワーガルルも一回抜こっかな。ワーガルルモンをちょっと抜きますかね。でなんかグレーモンばっかりなんだけど、シャイングレーモン入れてえな。これでまあワクチンが3種多いけど、まあまあいいかなって感じで、んでファイルドラモンは置いときたい。でインフェルモンがちょっとね、こいつはあれなんですよ、進化させてディアボロモンにしたかったんですけど、ちょっとねステータスが厳しそうで路線変更をしていて、今このウィザーモンをもう一回バンデモンに戻して、で才能を貯めた状態で、でヴァンデモンもね、あのディアボロモンに進化できるんですよね。でヴァンデモンだとあのステータスは簡単にあの満たすことができていたので、ちょっとこっちから狙っていこうかなと思っています。でインフェルモンは、あ、でこれが多分ねディアボロモンなんですけど、こっちこれなら55以上でとりあえず慣れるので、一旦これにしてみようかなという感じですね。ただ今ちょっとあのワクチン3種で無属性が2種だとデータがいないね。これあのハックモンね作ったんですけど、ほら才能80まで上がってます。これであの次の世代に進化することは可能なんですが、まあね、いかんせん成長期なのでそんなに強くないんですよね。レベル29でこのステータスだからやっぱちょっと低いので主力にはならないんですよね。レベルを上げていかなきゃいけないんですけど、なので一回インフェルモンアウトのデータ種の、完全体を入れたい。結構どころじゃないね。ガラッと変わりましたね。ウォーグレーモン、いやー、やっと来たって感じ。ここまで長かった。でシャイングレーモンね、なんか膝からすげえの出てるけど、まあなんていうか強い強い印象を受ける。こいつは確定で自分の攻撃力 10% アップだしね。で 50% 以下で攻撃力アップだから、結構その攻撃力上がる機会が多いんじゃないかと思って、結構活躍してくれそうな感じがしますね。んで、あ、ギガドラモンはね、あのレベル50になったら無限ドラモンに進化できるんですよ。なので入れてます。無限ドラモンやっぱかっこいいしね、入れたいよね。でハックですね、こいつはすごいんですよね。 HP10% 以下で攻撃力 50% アップなんですよ半端ない。なんか条件厳しいけど上がり幅もすごいっていう感じですね。うん、まあこんな感じでいきますかね。ちょっとセッティングもしておこうかな。なんかあると思うんだよな。あー、まあけどフォルケナパームとかは、あ、けどこの辺の消費幅がでかい。あ、っていうかあれか、ガイアフォースが全体攻撃なのでメテオフォールいらないね。これボルケナパームにして、あとはまあそのまんまかな。
で、シャイングレーモンはジオグレイソードが20で敵対攻撃でしょう。ただちょっと、まあ、ボルケナパーム、あ、今日こいつ、攻撃少ねえ。どうしよっかな。アクセルブーストでも入れとこうかな、一応。こんなもんだっけ？あ、ピノッキモンか。この敵一体に地面属性の物理攻撃。っていうことはコメットハンマーいらないよねって話になるんですよね。ガイアエレメントでも入れる？知力そんな高くないんだけどね。まあいいかな。じゃあこんな感じで。んで、今何やってたかっつうと、スレイプモンに会って、どうしようもないねみたいな、逃げられちゃうね、相手してもらえないねっていう話をしていたんですよね。で、ミレイさんに話しかけたら、あ、で、これね、録画しないときに間違って話しかけちゃって、貴重なミレイさんの声を取り逃したんですが、特殊なスキルを持ったデジモンを呼び出すために必要なのは、調和の石と鋼の石、どこで手に入るかはうふうふ。悩んでいても仕方ないわ、とにかく今は渋谷の地下と上野にいるロイヤルナイツに会いに行ってみたらどうかしら。で、上野にいるロイヤルナイツっていうのは、なんだっけ、名前忘れた、ハックモン。だったんですよね。で、ハックモンが進化したやつ、名前忘れたけど、がロイヤルナイズになって、で、まあその過程で、鋼の石をもらえたので、今度は渋谷ですね。渋谷だと、マグナモンってあの V モンが、奇跡のデジメンタルで進化できるようになるやつですけど、がいるはずなので、多分それでもらえるんだろうという感じですね。多分マグナモンだと思うんだけど、違うかもしれない。マグナモンだったら普通に奇跡のデジメンタルもらえそうな気もするしね。でもなんかどこで誰とかね、いちいち全部覚えてないんで若干自信がないんですけど、まあとりあえずそのミレイさんのね言うことを聞いて、渋谷のロイヤルナイツに会いに行こうかと思います。いきなりボス戦になったらやだなと思うので一旦セーブ。もしいきなりボス戦になって勝てねえってなったら、あれします、どれします、で多少のレベル上げをしてからね挑もうかなと思います。じゃあ渋谷ですね。あ、デジタルシフト起こしてるよね、あれ。ここ行ったらいいのかな。ここから先は危険です、早く避難してください。これね、いちいちめんどくさいって言ってこれハッキングスキルがね使えるようになってるので、ステルスハイド使えば入れるようになりますね。自衛隊まで出てきちゃってるんですね。で、ここ入っちゃえばいいかな。多分ロイヤルナイツがここにいるんだろう。ここしか行くとこないしな。よし、行くぜ。まあちまちまレベル上がってくんじゃねえかな。出るデジモンって、ここでお、あんまり見ない顔、見ない組み合わせ。ここ来るのは初めてだったっけ。うひ、あんま覚えてないんだけど、渋谷ってまだ、渋谷でデジタルシフト起こしてどうこうって、なんかまだしてなかったような。俺あれの印象が強くて、なんだオカルトのやつあれの印象強すぎてね、どうだっけって感じなんですけど。なんかあんまり記憶にないかな。結構この辺広いっすね。あ、これ右側が行き止まりになってて、ここで多分解けますね、行き止まりが。何が出るかな。行くぞみんな。お、ヤタガラモンっすね。ヤタガラモンね、思ってるんですよ実は。進化させてるんですけど、あんまりなんかねずっと二軍温めてます。はい、ごめんなさいね。
これであそこの行き止まりが開通するだろう。ああですね、あの先にロイヤルナイツいるかな。今日ちょっとこっち側行ってみましょうかね。なんかあるかな。結構ね、あ、じゃあなんかね、僕あのさっき思い出したんですけど、なんだっけ思い出したんですけど、なんだっけっつってね、渋谷のデジタルシフトなんですけど、そういえばあのエデモンがタワレコに自分の CD を置いてなんか勝手に音楽を広めようとしてたっていうか、勝手にっていうとあれなんですけどね、CD 事件があった時に、エデモンはあの直接タワレコにね、タワレコから直接あの渋谷のあの駅構内のデジタルシフト空間に行ってたんで、通常の地下鉄の入り口からそのデジタルシフトの空間に入ったことはなかったんですけど、過去にねそんな経緯で入ったことがありましたね。そういう完全に忘れてました。なんかね、開いた宝箱が転がっててあれーと思ったんですよね。デイブトルネード、ね、ウォーグレーモンね、気づいたんですけどね、あのブレイブトルネード使うと SP が半分なくなるっていう、非常に燃費の悪い、あんまり SP もね上がんないんすよね、これがどうやら。君がいてくれてよかった。結構ね SP には気を使っていかないとダメっぽいですね。今はねその戦うたびにレベル上がるんで、多少その燃費悪くてもあんまり関係ないんですけど、レベル上がってきた時とあとボス戦とで結構ね苦労しそうな気がしますね。層を厚くしておかないとか、 SP を回復する手段を持っていないとって感じですかね。これは来たかな。ちょっとハラハラするね。まだか、宝箱ある。この奥なんかありそうな雰囲気しかしないな。怖い。無理しちゃダメだよ。おお、なんかギガドラモンとメガドラモンがクリソツ。これね、なんとなくねメガドラモンの方が好きなんですよね。まあメガドラモンはプレッシャーデジモンワールドに出てて思い入れがあるからって、まあそれだけなんですけど、ちょっと SP はあれかな、あ、まあレベル上がるしいっか。オートでよろしく。なんかボス戦前ってなると燃費を考えた方がいいかなっていう気がねしてきちゃうんですけど、グランドロック、ギガドラモンはやっぱ完全体だしちょっと押し切れないね。行け。ジオグレイソードはねまだいい感じ。まあ貫通攻撃じゃないからね。みんなよく頑張ったね。やっぱまあ相応の消費 SP の高さって感じなんですけど、どんどんレベルが上がってく。さてさてですよ、怖えな怖えな。セーブしとこうかな。あー行っちゃった。あーなんかいるな、なんかいるな、怖いな怖いな怖いな。ちょっと入る前のところとは別にセーブしておこう。よし行くぜ。あーマグナモンだ。金色金色に青が見える。こんにちは、どうもどうも。この世界を守るため協力してほしいか。悪いけど即答することはできません。慎重ですね。正直に言って僕はまだ迷っているんです。なるほど。デジタルワールドがイーターに食い荒らされたのは人間たちが電脳空間を作った影響だと聞きました。人間の心が歪んでいるからあんな醜い化け物が生まれたのだと多くのデジモンたちは考えています。手厳しいな。それがもし真実なら人間は全ての世界に危機をもたらす存在、ルフトモンの行動は正しいということになります。それに僕は
この世界に来てみて、デジモンたちを道具のように扱う悪い人間がいることを知りました。けどほら見て見て、ですがデジモンと仲良くしてる人もいるんだよ。君のように状況を打破しようと動く者もいる。僕にはでしょ、君たち人間のことがよくわかりません。一体どれが本当の人間の姿なんです。全部本当の姿だよ。もう極端だな。実は連れがいたんです。2つの世界が交わった時、イーターから救うためにこの世界に連れてきた小さな連れが、あいにくあの混乱で離れ離れになってしまいまして、彼らはまだ幼く弱い。ひょっとしたら悪い人間に捕まっているかもしれません。もしかしてそれってロップモンとかトコモンとかだったりしないかい？今彼らが置かれている状況が人間を測る指針になるでしょう。ちょっとタイム。ここで来たか。またまたまた。来た、タイムガール来た。はい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 。はい、何ですか、どうぞ。事務所に行ったら京子さんがいて、この場所を教えてくれたの。あんたがマグナモンね。すっごい探したのよ。あー、これ絶対ロップモンとトコモンでしょう。やっと見つかったよ。違うか、みんな、みんななの。あー、ほらやっぱり来た来た。みんな無事だったんですね。マグナモン、マキアたちが、うん、この人間たちが僕らを助けてくれたんだ。助けてくれた人間が、ふう、ようやく見つけた。さすが京子さんだわ。もうほとんどのロイヤルナイツの居場所を把握してたとは。これでみんな合流できたね、オメガモン。オメガモン、ほらほら、オメガモンもいるよ。ほらマグナモン、こっちにいらっしゃい。マグナモン、君にならわかるはずだ。人間を危険な存在と切り捨てるのは間違った選択だと。ですが僕たちの世界のあの惨状を作り出したのは、ノキアたちはそのことを知った上で現状の打開を望んでいる。デジモンと人間の双方を助けるため力を惜しまず戦っているのもまだ人間なのだ。確かにドゥフトモンによって人間が滅ぼされればデジモンたちは救われるかもしれない。しかし結果を急ぐあまり、分かり合えるはずの者たちを滅ぼしていいというのか。私はそうは思わない。マグナモン、僕たちノキアのことが大好き。一緒にいられたら嬉しいな。わあ、ちょっとこれ は破壊力あるね、この発言は。あなたたちは走り行動し、僕の仲間を救ってくれていたのですね。たまたまだけどね。行動すればなんとかなる。それを教えてくれたのも人間ノキアだ。オメガモン、もう十分です。僕の迷いは晴れました。もし人との共闘がロイヤルナイツの汚名になろうとも、仲間を守ってくれた恩は返さなくてはなりません。マグナモンはすげえなんか真面目で頑固そうだな。僕もできるだけのことをさせてもらいます。あんまり友達になれそうにね。ありがとうマグナモン。個人的に、あ、なんか来たぞ。やっぱりな、俺戦闘がないわけねえと思ったんだ。ノキア、私の接近に気づかぬとは。ふぬけたな、オメガモン。その程度の存在ってことじゃないよ。じゃあ、デナスモン、やるか、やるか。還元に耳を貸してはいかん。デジタルワールドで、我らがイーターと戦った苦難の日々を忘れたか。イーターに食われた仲間たちの苦悶の叫びを思い出せ。人と我らが手を取り合う可能性など、こやつらが電脳空間を作った瞬間に消えている。けど電脳空間作らなかったら手を取り合う可能性っていうか出会いもしないんだけど。ロイヤルナイツの一人としてイグドラシルの意志に従え。まあ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 、まあ、落ち着きなさいよ。彼女たちを傷つけろと命じるならば、ならば、やる。僕は従わない。お、仲間を救ってくれた恩人を傷つけることなどできはしない。かっこいいマグナモン。なぜ愚劣な人間どもの味方など。確かに愚かな人もいるでしょう。でも人はそれだけではない。苦境に抗い仲間を救ってくれた彼らのその輝きに
僕は賭ける。いいよマグナモン、やるか。これサポートいるかな、いるよな、いてほしいな。マグナモンが、我が望み。あーなんか、あいるいる、よかった。マグナモンいるいる。データか、データなのか。ゲちょっとそういう空気読まない行動俺どうかと思うな。せっかく作った完全体じゃねえ、究極体入れらんねえじゃんピノッキーもは入れれるけど、しょうがねえ。これでいくか。風の弱点って何なんだろうな。雷かな。ふうマグナもかっこいい。じゃあちょっとね確認したいので、棚名シーにナノマシンブレイク、これで3倍になるかな。あやっぱり3倍っすね。雷に弱いな。これまた強えんだろうな、強えんだろうな。痛えな痛えな。あーであれか、自分にもダメージ入るんですね。でそっくりそのまま回復かよこいつ、ムカつくわ。ちょっとこれ回復しないと無理ね。欲しいかな、とりあえず。これよ。でピノッキモンは、ブリッドハンマー、スタンしろ、スタンお願い、スタンして、スタンスタンしてこ、スタンしてこ。ダメか。おいマグナモン、ちょお前やる気あんのか。これは勘弁してほしいな、痛い。ファイルドラモンか、知っちゃうけど、ピノッキモンとギガドラモンはやっぱ 0.5 倍なだけあって、そんなにだな。ファイルドラモンが全く何もできない、しょうがない。これ結局2体の方がいいんじゃねみたいな感じになりそうな気もするどうすっかな。ナノマシンブレイク85、これの方が効くやろうな。あ結構こいつ捨て身の攻撃するだけあって、だいぶけどライフドレインがね、与えたダメージそのまんま回復なんだよな。これ鬱陶しいな。ヒールストーム、余裕余裕で、ちょっとパイルドラモンもしかしたら死ぬかもしんないけど攻撃しよう、大丈夫だろ。ボルケナフォーム94、まあまあっすかね。オーラ回復か。あ全体回復なんだ、いいね。あてかあれだ、ちょっと前にジャスティモンが使ってたな、懐かしい。あの苦戦こいつそんな強くねえな。番長リョーモンの方がもうなんか泣きそうだったわ、余裕。けどまたワイバーン来たらパイルドラモン死ぬな、死ぬなけどな。ああ死んだらその時になりちゃうよねギガドラモンはやっぱ攻撃しないとね。あーはいさよなら。ファイルドラモンのことは忘れない。まあレベルはいくらでも上がるからね、この戦闘で経験値入んなくてもそんな問題ないよ。これでおしまいじゃい。おしまいかな。あ、やべ、あ、やべ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 、これやっちゃった、やっちゃった。あー来た来た、あーよかったよかったよかった、あーよかったよかった完全油断したわ今。余裕、こんなに簡単な戦闘久しぶり、マジ嬉しい。しゃー余裕だぜ。けど究極体はあんまり活躍しなかったな。まあいいか。この借りは必ず返そう。おう、また来い、いつでも来い。それだけの決意はしたつもりですか。ありがとうマグナモン、すっごく頼もしい仲間ができて私超感激。いいね、ノキアのその素直なとこいいね。きっかけを与えてくれて、これから僕はずっと人間の味方です。
こいつなんかちょっと真面目すぎてな。いつでも呼んでください。そうだ、協力の証として直角にしか曲がれない感じだよね。これを渡しておきましょう。何もらえるかな。調和の石、イエーイ。じゃあ奇跡のデジメンタルはまた別のところで手に入るのかな。どこで手に入るんだろうな。そうか、マグナモンが仲間になってくれたか。彼はロイヤルナイツにおける守りの要、心強い味方ができたな。京子さん、ロイヤルナイツについて詳しいですね。どうして私がこんなにもロイヤルナイツについて詳しいのか、ね、だってよかった、聞いてくれた。私は探偵だ。無論調査したに決まっている。なるほど、超ドシンプルな答えが返ってきた、うん、調査方法を知りたいというのか。それはな、企業秘密だ。企業秘密ということにさせてもらう。やっぱりいずれその疑問は解消されるとは思うがね。なるほど、京子さんがなぜこんなに何でもできちゃうのかみたいなところが解明されるのかな。ちょっとそれはワクワクだな。デジライン、トレーニングしときなさい。あ、ほら、ヤタガラもね、いるんすよ。永遠の二軍。あ、さくら、明日からうちの学校も一時閉鎖するって。あら、そんな感じになってるんだ。京子さん、俺どこ行きゃいいっすか。あ、けどあれだ、そうだ、なんだっけ、なんちゃらの石となんちゃらの石を取ったので、調和の石と鋼の石だ。そう、ミレイさんに話しかければ多分スレイプモンへの挑戦権がこれで得られるんじゃないかなと思います。が、時間いい感じね。一旦ここで切っときますかね。多分次回は VS スレイプモンですね。勝てるかどうか、強いかどうか分かりませんが、挑戦したいと思います。それではどうもありがとうございました。